政府がまあ策定をした政策パッケージである BA.5 対策強化宣言についてもまあ私ども愛知県においてもこれはですね発動していくと大村知事は先週の新規感染者数の7日間平均がおよそ1万3000人で病床使用率が58%を超えたことなどを踏まえ政府が新設した BA.5 対策強化宣言について今週中にも発令を検討していることを明らかにしました。 BA5 対策強化宣言は、高齢者らに感染リスクの高い場所への外出の自粛を求めたり、3回目や4回目のワクチン接種を呼びかけたりするものです。これまでの緊急事態宣言のように、飲食店の時短営業などは求めていません。また、小村知事は岐阜県や三重県と足並みを揃えて発令する考えも示しました。